超人変態プログレンジャー、本日は関西方面からお客様、急ぎ準備してます。ちゃんとやれ。はい、どうもです。ご無沙汰してます。森さんです。はい、あ、はじめまして、一郎さん。これは課長。はい、ダサいです。はい、あ、はじめまして、西野です。はい、いつもインスタ半期してます。 ありがとうございます。はい、このお三方が関西のタチウオ三銃士です。祭りシリーズの開発にも貢献された方々です。実は森舞です。はい、そして新加入の舞ちゃん。こちらが三銃士の連れであるちかこ姉さんで、以前動画にも出てくれたちゃんかなさん、今回久々の登場です。レンジャー選抜代表として高王子。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、これは直行の次の日の映像です。この日は参加いただいた皆さんにおもてなしでございます。はい、今回のターゲットは博多湾のタチウオ。タチウオさん、所長ありがとうございます。直行の様子はざっとこんな感じ。大雨の中、相当過酷な兆候となっております。果たして超過はいかに。課長、ちょっとそこ邪魔やわ。では行きます。祭りスペシャル、博多のタチさん、関西メンバーが挑む2023春、始まり始まり、レレレレンジャー。オープニングの前日4月29日、天候雨かっこ強め、この日の課長は夜明けのアジング散歩をしておりました。釣果はこの通り、天候が荒れるとアジはめっちゃ釣れるんですよね。雨がとても強いので、本日の立ち魚出船はできないんじゃないですかね。あ、大変失礼いたしました。気づけば船の上でございます。その志の高さに脱帽でございます。そうそう、本日のメインウェポンはこちら、2023年に発売予定の祭り刀陣でございます。特徴は刀のようなヘッドのシェイプですね。水押しを減らし、アクションをさせやすいという効果がこのヘッド形状から生み出されます。さらにこの切り込みのおかげで、反転時の水の抵抗が少なく、フッキングがバシッと決まる設計なのです。はい、もちろん本日はこれまでの祭りシリーズもありますよ。さあ、張り切っていきましょう。まずはタチウオの反応を見ていきます。早速当たりがあったようです。いることは分かったので、あとはどうやって食わせるのか。しかし当たりは単発の様子。タチさんのご機嫌はいまいちな様子です。で、結局釣れないまま3時間近くが経過しております。雨も強く、撮影もままならない状況。周囲は諦めムードが漂う中、ポイントの移動を繰り返してます。ん？船尾で黄昏釣りがあるまいちゃん、ちら、まいちゃんの心の声
察してみました。あ、カレー食べたいかも。その願い次の日叶うよ。なんとその時。あれ、すみません、また肝心なところが取れてない。なんとファーストヒットはまいちゃん。早くとグイグイで花火のような音とともにフックオフ。残念。この音とともに皆さんのテンションが爆上がり、ついにチャンスタイム到来か。なんとじっちゃんにヒットでございます。ロットぶち曲がりです。上がってきました。本日の初立ちさん。忍耐の一本。課長、ちょっとそこ邪魔やわ。はい、祭り当人で本日初キャッチです。おお、ここでちゃんかなにヒット。慎重に。やった、セカンドフィッシュ、ナイスです。これまで無反応の3時間が嘘のようです。まいちゃんの大花火でタチさんの目が覚めたのか。森さんとちゃんかなダブルヒットです。森さんナイスサイズキャッチです。かっけー。裏ではじっちゃんもキャッチ。急にタチウオが浮いてきたようです。ここでイチローさんにヒット。立ち上りでランディングです。一郎さん、体がでかいからタチさんが小さく見えます。ごめん王子、撮影が追いついてないね。イケメンシフト入れときます。舞ちゃんついにヒット。次こそはあげよう。よっしゃ、取った。まいちゃんリベンジ成功でございます。よかったね、ナイスです。ついにちかこ姉さんヒット。はい、これで全員アンダーです。よかったですね。さあ、この後もどんどん釣りましょう。じっちゃんは量産体制に入りました。ボコボコ上がってます。出ました、イチローさんの雄たけび。やっぱりタチオがちっちゃく見えますね。これ結構ナイスサイズなんですよ。イチローさんも量産体制です。ボンボコ上がってきてます。
ップヒットイエーイ。やっぱりタチオがちっちゃく見えますね。お、マイちゃんも。マイちゃん来たね。マイちゃんもペースが上がってきました。チャンカナの美しすぎるフッキングからの、チャンカナと森さんのダブルヒット。森さんナイス。そしてそして森さんにライバル心を燃やすこの方、チカコネ2本目キャッチです。いや楽しい。やっぱ点が軽したらノリが良くなった。こんな感じ？全然いいです。やっぱ違う。でさあ森さんに闘志を燃やすちかこ姉さんをご覧ください。相当気合入ってます。シャクリストちかこ姉さんのこのロッドワーク、激しいロッドワークも剣矢釣りの醍醐味ですね。かけたな。どうだった？寝がかりかい。でちかこ姉さんフッキングに成功。あ、棒やね。姉さんやりましたね。動画向きのキャラです。ちかこ姉さんに負けじと森さんもペースアップ。博多湾でバトルが繰り広げられております。おー、すごいすごい。姉さん僕負けません。みんな責任持って持って帰るよ。自分の分が責任持ってで、ここでチャンカナにヒット。残念、逃げられた。チャンカナといえば2年前にも動画に出ていただいてます。その時の印象がこんな感じ。ほんわか女子がでっかい魚をあげてるギャップがすんげーんす。よっしゃー。はい、こんな感じでほんわかキャッチでございます。ノーダメージだね。雨は降ったり止んだりですが、釣れるペースは止まることがありません。あまりに釣れすぎなので、ここからはダイジェストでご覧ください。
はい、本日のラストはちゃんかなさんでした。本日は大雨の兆候でしたが、数えられないほどの兆候となりました。これからしばらく立ち往生尽くしですね。本日の兆候大成功ということで、打ち上げは博多のもつ鍋で冷えた体を温めました。皆さんお疲れ様でした。グッバイ。ダサいです。課長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 ダサいです。